はい、どうも、タケプラスのタケルです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。さて今日はですね、AirPods Pro のお話をしていこうと思います。今ね、これ iFace のケースをつけてるんですけども、徐々にね、AirPods 人口が増えてきて、僕の周りでもね、AirPods 買ったよって方がね、結構増えてきました。で、その AirPods Pro の方にはですね、外部音取り込み機能っていうものがあります。この AirPods Pro には2つ機能があって、1つがノイズキャンセリング機能、いわゆるノイキャンです。外の音が聞こえづらくなるっていうかね、シャットアウトされたような状態になれるっていうのがノイズキャンセリング機能です。これがあるとね、雑音とかも気になりにくいし、ざわざわしてるところで使うと効果抜群です。っていうのがノイキャンです。もう一つ、外部音取り込み機能っていうものがあります。今回のお話はこれなんですけど、名前の通り音楽を聴きながらでも外の音が聞こえちゃうんですね。ノイキャンと全く逆のパターンのものが、外部音取り込み機能です。だから AirPods をつけてても普通に外の音とかね、声とか環境音が聞こえるんですよ。もちろんね、外してる時と全く同じように聞こえるわけではないんですけど、だいぶ聞こえやすいです。なんでこれをつけたまま外歩いたり走ったりすることもできるし、もうめっちゃ便利な機能で、この2つの機能が本当にもう神がかってて、AirPods Pro 様々みたいなね、生活をしてるわけなんですけども、その AirPods Pro の、外部音取り込みについて今回話していこうと思います。このままでもね、外部音取り込み機能結構便利なんですけど、なんと、さらにこの外部音取り込みをパワーアップ、チューニングできる、裏技があるんで今回紹介していきます。裏技といっても、まあ、公式な機能なんですけども、AirPods Pro 持ってる方ぜひ見てってください。それではやっていきましょう。はい、ということで外部音取り込み機能をさらにパワーアップ強化する方法見ていきましょう。まずですね、はい、普通に AirPods 装着してください。では装着した状態で見ていきましょう。まず設定アプリを開きます。そして、下にあるアクセシビリティですね。で、下に行ってオーディオビジュアルで、この一番上のヘッドホン調整っていうのをオンにしましょう。するとこんな感じでずらっと出てくるんですけども、ここで適用先っていうのがありますね。この電話メディアで一番下の外部音取り込みモードっていうのがあります。ここをオンにしておきましょう。もう今変わりました。これオンにした瞬間もう全然違います。まず第一に自分の声が強調されている感じなんですよ。つまりどういうことかというと、周りの環境の音が聞こえやすくなってるわけですね。だから今音楽を流したとしたら、普通の外部音取り込み、パワーアップする前とした後では全然聞こえ方が違ってきます。そう書いてある通り、周囲で起きていることを聞き取りやすくすることができますということなので、僕の声もね、声も喋ってるんで外の音には含まれるわけですよ。なのでパワーアップする前の通常時に比べて自分の声が聞き取りやすくなってるっていうのも利点ですね。これをつけたまま誰かと喋ってるとさらに聞き取りやすいので、通常よりも聞き取りやすい、喋りやすくなります。オーディオインターフェースとか持ってる方ならマイクを通した声をモニターするモードがあったりするものもあるんですよ。さっきこれで外歩いてたんですけども、やっぱりね違います。まあ環境によってね変わってくるとは思うんですけども、だいぶ聞き取りやすくなってます。で、見てみると増幅外部音取り込みバランスと環境雑音除去会話を強調っていうのが出てきます。ここで会話を強調にすると目の前にいる人の声を拾いやすくなると。対話するときはこのモードをオンにするとかなり聞き取りやすくなります。だから人と喋るときはこのモードの方がいいかもしれません。確かに自分の声はね、フィードバックちゃんと返ってきちゃうんで、これが違和感だなって思う方もいるかもしれませんが、この状態で自分の動画を流してみます。今これね、iPhone 後ろにして再生してるんですけど、前の音ばっかり拾いますね。後ろの音を拾うには会話を強調をオフにすると聞こえますね。なのでほんまに前にいる人と喋るときはこのモードをオンにしておくといいかもしれません。で、さらにね、この増幅とか、この増幅でどんだけ音を大きくするかっていうのを変えることができます。あまりにも大きすぎると逆にね、ノイズとかも乗っちゃったりするんで、ここら辺の調整は適宜合わせてみてください。これでね、本当に人との会話がしやすくなります。で、わざわざこの画面に飛ぶのめんどくさいじゃないですか。なので、なんとですね、コントロールセンターにこんな感じの耳のマークがあると思います。ここをタップすると、こんな感じで、AirPods Pro と出てきまして、いろいろあるんですけども、このヘッドホン調整っていうところをタップして、外部音取り込みモード、ここのオンオフで通常、パワーアップで切り替えることができます。ここからね、増幅とかそういったものも全部ね、変えられるんで、わざわざ設定を開かなくても、コントロールセンターから設定することができます。はい、といった感じで今回、外部音取り込み機能をパワーアップする方法を紹介しました。ほんまに、ね、外部音取り込み機能ってありがたくて、つけたままでも会話できるし、
つけたまま外を歩いても、まあね、自転車の音とかもちゃんと車の音とかもちゃんと聞こえるし、音楽を聴きながら歩くことができます。でもね、ちょっと聞こえづらい部分があったりもしたんで、この辺がね、この機能で改善されちゃうといった感じで、時と場合に応じて使い分けることができます。ただね、結構強調されるんで、これで耳が痛いよってなる方もいるかもしれません。なので、先の増幅のところでね、自分のちょうどいいところに合わせてやってみてください。はい、ということで、ぜひ AirPods Pro 持ってる方、これ一回にやってみてください。ということで今回は AirPods Pro の外部音取り込み機能をパワーアップさせる裏技を紹介していきました。もしこの動画をいいと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次回お会いしましょう。タケプラスのタケルでした。バイバイ。